生ゴミには大量のウジ虫。よく見ると白っぽいのと黒っぽいのがいます。黒はサナギの準備段階の幼虫です。黒幼虫だけ集めてやったぜ。なんかちぎれた。この中身が入っていそうな幼虫を剥いでみましょう。何が出てくるか。一説ではおじさんが入っていると言われています。さあ着ぐるみ剥がしますよ。中身を切らないように慎重に。側面もカット。ピンセットで剥がします。羽、目、足も出来上がっているようです。他にもいろいろな状態のサナギが中にいました。左に行くほど成虫に近づきます。サナギは10日程度でこんな成虫になります。